せーの、こんにちは、なにきょうだいです。はい。え、何も聞かされてないんですけれど、はい、今日は何をやるんでしょうか。ということで、なんか本日もカンペが用意されております。はい。本日の企画は、新しい服で春コーデしてみた。イエーイ。初めてじゃない、7人兄弟何々コーデみたいな、春コーデ女子が先にやっちゃうよということで、次も書いてあります。何でやりますね。本日の企画はシーンで春服を適当に買ったので、その中から一着選び、自分の持っている服とコーデしてください。おー、新しい。自分の持っている服プラス新しい服でコーデをするっていう感じで。え、一着だけ。新しい服がこちらです。せーの、バーン。大量選びだけど、この中から今から選んでやっていきます。はい、それでは早速やっていきましょう。レッツ春コーデ。はい、ではちょっと軽く紹介したいと思います。いや、はい、ということでですね、この服たちはですね、すべて1500円以下で買ったということなので、可愛いとか何もないということでした。おー、え、安くない。なんで不安になってるんですか。うわー、やふわですね。やっぱファッションセンスないものからしたらですね、可愛いものがない。うわー、やふわー、もう言葉あるよ。ということで、それでは早速紹介していきまーしょ。よし、レッツゴー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 。はいはい、これは2人でやるな。はい、はい、以上です。やー、じゃあこの中から早速決めていきます。あ、それめっちゃ可愛いんだけど。よく着せそうだな。ね、自分の持ってる服と合わせるってことだよね。そうです。うん、あまりそれを考えないといけないから、そう、あんま服を持っていないっていう。そう、だから買ったんだけどね。春でしょ。そうです。じゃあゆらこれもらっていいですか。はい、ありがとうございます。え、待って、ゆうの着ないといけないでしょ。ママ、ごちそうさまでした。早くない、ゆうの決めんの。え、なんで誰も決めた。ママ、じゃあゆうこれ決めていいか。やばい、これ、あの、センスが問われます。はい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 、分かってますよ、ちゃんと。ゆうこれ決定します。え、ちょっとこれ見せてください。え、ちょっとそれやめてください、あの、よやめてもらっていいですか。ちょっと待って、どれに、え、ママ何着着るの。あ、なるほどですね。ママ、やめてください、もうこれ決定って言ったんでやめてください。あー、はいはいはい、はい、私これもらっていいですか。やめな、一着ですよ。一着ですよ。はい、ということで全員一着決まりましたね。はい、一回見せましょうか。じゃあ、じゃあゆうなさんから。これでじゃーん。無事無事、かわいい。なんかなんとなく想像つきますね。じゃあゆう、はい、どうぞ。ユーホは、あなたも結構それでますね。で、なんか丸いエロエロ。こうなってるんですね。あなたエロいの好きね。どうぞ。じゃーん。いや、ちょっと下げて、下げて。よく一回。下げて。でも足長いから大丈夫。着替えに行きまーす。じゃあ、コーデ組んできます。やーん。やーん。こんな感じでいい？もういいから、ね、どんだけポーズ決めんのマジで。はい、こんな感じにしました。ちょっとでかいよね、これが。帽子はちょっとふわふわのニット帽かぶってみました。ニットじゃないだろう、それ竹葉。ちょっと中ピチってした感じです。外はボタンっていう感じです。はい、それでは、いや、結構このコーデ好き。可愛くない？早く戻ってください。長いです。待ってな、なんかいいもの見つけちゃった。余計なことしないで。いきます。見てこれ、持ってきちゃった。ちょっと大学生みたいな。まあ、頭に出そうでしょ。でも持ってんの中学、小学生じゃないですか。あ、うん。
はい、ということでこんな感じにしました。イエーイ。ちょっと春っぽくない？春を感じるよね。ちょっとね、大人っぽくしました。広げて後ろ向いて。まずこれがそもそもエッチいんですよ、この上の服が。後ろ空いてるし、でここも空いてるから。だけどちょっと大人っぽさを出すためにこのレースを中に着て、ほらいい感じでしょ。でこのパンツは紫で春っぽい。このレースは言うなら違います。でこのパンツは紫色で春っぽい色してるなって。なのでこれを合わせて大人っぽくコーデをしてみました。このレースは言うなら以上です。言うなら春っぽいきました。カムサハムギラ。自分のものではないです。オッケー。え、ポージングすんの？めっちゃ白いのついた。ぴょーん。なんかゴルフしてそうだ、はい、ということで、ゴルフ？確かに。確かに。え、あの、聞いてください。聞いてます。すごい迷いました。なんですけど、この色が春っぽいし、これもなんか薄いから、だからとりあえず下のズボンをちょっと派手にしようかなって感じで緑を入れました。ママのコメントパクるな。でそれで帽子もかぶってみたんですけど、スポーツができそうな女の子だよっていうファッションにしてみました。かわいいですよね。ありがとうございました。失礼します。あ、髪の毛やばい。ボタン押さえ。はい、はい、ということでみんな集まってみました。こんな感じ。結構違うね。全然違う。やっぱさ、バラバラ系統分かれるよね。そもそも持ってるさ、あのズボンがさ、みんな系統違うじゃん、だって、うん、ということで誰が一番可愛いですか？アピール服だから。じゃあ誰が一番好みの服装ですかっていうのはコメント欄にどうぞ。では次の項目に行きたいと思います。レッツゴー。はい、ということで第2回戦は上下選んでいきたいと思います。今回はちょっと時間制限を設けます。はい、さっき長すぎた。やっぱり5分。まあでも今回はもうこんなくから選ぶんだよね。そう、こんなくからだから切るだけ。あとニャー。 OK、 いいですか？5分いいですか？5分いいですか？5分。ちょっと可愛いなと思ってる。これは可愛いなと思ったんだけど。鼻出てきた。いや、待って、まだ。鼻出てきた？大丈夫そう？いや。出てないよ。何を笑ってんの？いきまーす。よーい。スタート。ちょっとこれ変えたと思ってるんですけど。前にします。まず、これ候補ですよ。うん、候補。被ったらじゃんけんにしよう。このセットアップ。じゃあこれ、じゃんけん候補ですね。それドンくん。やっぱこれかな。いや、これかな。え、待って、じゃあまずそこでじゃんけんした方がよくない？最初はグーじゃんけんぽい。これ負けたらどうしよう。勝った、出た。いや、ここにあるやつも入る。どうしようかな。え、なに、ズボンないやん。ギム、これにしよう。え、ズボンね、なんか全然ないよね、これ。スカートがある。あ、スカートあんじゃん、ユウナ。いいやん、それ。え、待って、ちっちゃ。え、透けてるし。これこうやって合わせたら可愛いんじゃない？ちっ。え、ね、これとこれ合うかな。あ、これ大人っぽいんじゃないですかね、結構。あ、ユウナ、じゃあこれにします。やばい、これ2問決まった。あと何秒？あと10秒。いや、絶対やばいやばい。はい、ということで5分経ったので着替えていきたいと思いまーす。イエーイ、イエーイ。はい、ということでごめんねー、ちょっと下がでかかったんですけど、タイガーそれかにー。あー、ゆめさん、スカート好きなんだからこんな感じで、チャームポイント。みた、セトロー。あ、痛い。近い。
じゃーん、どうですか？見えてる。本当はこの帽子かぶりたかったんだけど、ちょっと髪の毛に手でしてかぶれないよっていう事実。はい、ということで、これは一体なしでいきたいと思います。イケイケですね。はい、かっこいいでしょ。あの、最初これ下ろしてたんですけど、なんか合わなくて、これはやばいぞってなって、で、結びました。いいんじゃないでしょうか、結んだら。意外といかつい中学生って感じ。中学生って、中学生って言うの、厨房みたいに言うな。大人に見えるでしょ。どう、かっこよくない？あの、ゴム出してるのはわざとですか？え、違うんですよ、これなんかでかくて。なんかまだでかくて、あのこれ絞ったらなんかゴムができちゃったよみたいなって感じですね。はい、以上です。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ。いらっしゃいました。はい、今回のポイントした方がいい？まあ、これが結構可愛かったのと、あと、まあ、この色とこの色が、あ、ちょっと腹っぽいかなみたいな。まあ、私はファッションセンスがないので、まあ、わかんないんですけど、どうですか？どうですか？いいと思います。いいと思います。ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。早いですね、相変わらず。え、どうですかね。さよなら。さよなら。なんで一日締めるの、それ。いや、こっちカメラ屋さんに閉めてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。噛みましたけども、どうでしたか？結構、ゆまちんさん頑張ったんじゃないか。まあ、頑張ったんじゃない。結構、どうでしたか？感想どうぞ。え、まあ、春はすごい色合いが、色の組み合わせが難しいので決めるの大変だったんですけど、そうですね。まあ、それなりに良かったんではないでしょうか。はいはいはい、頑張りました。頑張りましたね。まあ、春ってやらなければ簡単でしたよね。うん、はい。な冬だったら任せてください。あ、もう余裕ですみたいな。じゃあ冬バージョンもあり。やばいです、やばいです、やばいです。夏バージョンは、夏はやめてもらってもいいですよね。もし、あの、色の組み合わせとか、なんかピンクとなんとか合わせたらいいですよとかあったら、はい、コメント欄にお願いします。お願いいたします。お願いします。じゃあ終わりにします。よし、じゃあし、よし。ということで、今日の動画はここまでです。最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良かったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた会いましょう。バイバーイ。お願いします。歩こうぜ。やや。